皆さんこんにちは、セサムチャンネルのハムとセスナです。調子です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回2人でね、4泊5日の九州旅行兼ねてみたいな感じで調子です行ってきたんですけど、まず、戦績からいこうか。まずハムが1勝3敗で強制ドロップ何のために今までやってきたんや。いやでも頑張ったよ。うん。声小さくなっちゃった。頑張ったよ。アーマードを使ったんですけど、ちょっとこれはちょっとあんまりあれかな、言い訳になっちゃうかなと思うんですけど、最初アナジャー大型だってかなりいい手札だったんですよ。で、意気揚々と合流尺は不滅なりを打ったところ、メクレイドで出てきたのがファイアバードファイアバードファイアバード何にも出んみたいな感じで、そのまま負けて、2回戦目は、ジャイアントをそのまま勝って、その後もメクレイドの引きが振るわずに、負け負けみたいな感じで、最終戦は赤谷に引き殺されましたね。こんな日もある。まあ次は頑張ります。私は、2勝3敗です。ハムより戦績上です。そう、1回戦目が4シージャオーモンっていうやつで、とりあえずいっぱい並べられて、その数日前の最後の練習で、ちょっと私があんまりジャガイストの効果をうまく使えてなかったんだけど、それを教えてもらって、それですぐに倒せて、最後ねガナテハちゃんのガナテハパンチが決まって勝ったっていうね、それめっちゃ嬉しかったし、で次の2回戦目マジックも地下星がめっちゃ強くて、地下星でジャガイストめくれて、マクワもテレスコも出てもうガンガンいけて、その時はもうだから5分以内に勝っちゃった。すごいじゃん。勝って終わったら、あの試合開始5分経過しましたってなったから、あれそんなに早く終わったと思っちゃって、すごい嬉しかったそう、でも次がアーマード、あの本当にハムと同じやつで、もう7以下は出せなくなるやつ出ちゃったから、ラタンテ12、そう、もう何もできませんって、そうでもね、そのできな何もできません高3ですみたいな感じだったけど、シールドまだ1枚ありますよとか、大丈夫ですかとかって相手の人が聞いてくれてね、なんとか、あ、優しいなと思ったでも次がね、あれなんよ、アナカラジャオーガ、でジャオーガあれだね、コンプレックスのやつだよね。コンプレックスも入ってることがあるデッキ。そうそう、もう確かいたと思うんだけど、コンプレックスは出てこなくて、あのトットコシエ太郎とか、本気語とか、めちゃめちゃいっぱい出てきて、一旦お家に帰ってもらったんだけど、そうでもまた出てきてさ、どうしようもなくなっちゃって、でもその人がね、あの私ミコチのプレマとかスリーブで行ったんだけど、その人があのスバちゃんのプレマとかでね、フォローサプライ同士だったから写真撮ってもらってね、嬉しかったよかったね。でその時にもう 2-2 で、でもまだ戦えたんだよね確か。 2-2 だからあと1敗するまではできる、そうだから頑張ってやったんだけど、結局また同じ山からジャオが出て、普通負けちゃったんだよね。決勝上がった人たち見てもアナジャオーガは結構倒されてるイメージだったのかな。あんまり勝ちきれてなかった印象ありますね。そう、あとでもなんかさ、コンプレックスがさ、その私の使ってるアビスとさ、相性が悪いって言ってたけどさ、その戦ってた時さ、結構横からさ、デスロードがとかテレスコとかさ、ジャガイストとか聞こえたからさ、そうだね、同じデッキ使ってる人いっぱいいたみたいなんだよね。そうだね。そうでもね、私がね、ガナテハちゃんを出すとね、5回戦やって5回ともね、ちょっとカード見せてくださいって言われた誰もガナテハの効果を知らない見せてください、あ、はい、わかりましたつって
でね、効果で壊されていくんだよ。かわいそうだったかな、ねはちゃん。ガナテハを見たら駆除しないと。やめてよ。そんな害虫みたく言わないでよ、かわいいのに。まあ、私の目標は、とりあえず1回は勝つだったんだよね。うん、初めてだったし。1回勝てたら、よしと思ったんだけど、うんまあ、2回勝てたから、うん、めちゃめちゃ嬉しい。よかったね。1回残せた。うん。うん、ハムは予選突破が目標だったんですけど、逸散しました。うん、マジで悲しい、うん。本当に悲しいので、うん、またちょっと頑張ります。うん。うん今年こそ大型大会の本戦に行きたいなっていう思いでまたやっていこうかな。うん。うん、でまあそれってもう1週間以上、ん1週間後ぐらいだよね。そうだね。群馬だよ次。群馬もあるから。近いて、うん。近いてもう。近いね。すぐだよもう。え福岡行った人群馬に来る人もいるのかな。いるんじゃない。いる？あの関東から来てる人も結構いたから。ああそっか東京からとかそうそうそう。本戦ドロップした後に、うん4人フライトトーナメント、うん、っていうのがあって、うん、まあ4人集まってトーナメントやるっていうイベントがあったんだけど、うん、そっちに参加したところ、うん、同じ静岡県の、うん浜松の方がいて、うん、浜松とか、まあ、僕らは富士なんで、うんまあ、そこから群馬は、まあ、結構近いかなっていう感じなので、うん、福岡よりまあ福岡よりはね、うん、だから両方行く人も全然いるんじゃないかな、うん、うちらみたいに、うん、楽しみだ、うんうん、またちょっと次は勝ちたいなもう少ししかないけど練習だね、うん、またね練習だね私も穴からじゃオーガと戦う練習をしなきゃいけないうんまあ本戦の話はこのぐらいかな。うん。うん、じゃあサブイベントさっきもちょっと話したんですけど、うん、ハムは終わった後に4人フライトトーナメントっていうやつをやって2回参加トーナメント2回やって、うん、使ったのは、まあ、一番好きなデッキ、うん、ナーガスターっていうデッキを使ったんですけど2回目で2勝できたから。うん。そこで結構満足感が得られました4人のトーナメントだよねうんだからそれは2位とかってことまず2人でやって、うん勝ち同士でやって、うん、勝った人が優勝みたいなあじゃあそれで優勝したの、うん、すごいじゃんおめでとうしかも好きなデッキで、ね、うんそれ嬉しいね、うん、でそれが終わって、うん、次ハムがやったのがカオスシールド4人集まって、昔のパックを15パック開けて、そこからデッキを作って対戦するっていうイベントだったんですけど、ハムが引いた段が、うんオーライマックスの切り札マスタークライマックスっていう段と、うん、ツインパクト編の第4弾超決戦バラギアラ無敵オラオラリンフィンティなんてっていう段と、うん革命ファイナルのハムカツ団とドギラゴンバスターハム、うん、それと、革命編の時を止まれミラダンテ、うん、で最後がエピソード3のオメガクライマックス、うん、それぞれ3パックずつっていう15パックそれは、うん、選べるの？うん、うん、封筒に入って渡されて一緒にやる人も全然違うパックってこと？うん、同じパックの人もいたけど、うんオメガクライマックスのとこが違ってたりとか、なんか1パックだけとか2パックだけ違うみたいな人は結構いた。へー面白いね、うん、で去年の GP でもカオスシールドやったんだけど、うんその時も時を止まれミラダンテとハムカツダンとドギラゴンバスター、うん、これは入ってたから、うん、結構この辺余ってるのかなしそれダメ言っちゃダメダメ言っちゃダメでまあそれでやって、うん、一応ハムは一勝かな、うん、一勝はできました、うん、まあ出た当たりとしてはこんなところかなで、うん、アダムオーガマックスと魔の革命デスザロストの禁止区、うん、すごいじゃんこれはね嬉しいねへでもそんな値段としてはそんなにつかないカードなんだけど、うん、でも、まあ、いいじゃん嬉しい嬉しい、うん、かっこいいその後は2人でデュエパーティーの方に参加して、うん、こちらのね絆チャージャーのプロモ版
これをもらいました、うん、これもともとは、去年のゲームマーケットで、デーパーティー体験ブースみたいなのがあったらしいんだけど、うん、そこでもらえたプロモと一緒みたい。へー、デュエパーティーのイベントをすることがあったら今後も多分絆チャージもらえると思うんでね、うん、これはどういうことかっていうと、ガードストライクがついてるチャージャーなんだけど、うん、パートナーを召喚するときにそのパートナーの持ってる文明の色になるへっていうチャージャー、うん、デュエパーティー専用みたいな感じなんだけど、うん、でも結構このガードストライクついてるチャージャーっていうことで、うん、普通のデッキに入れてももしかしたら強いかもしれないっていうのでね、あとね、僕らがやってる隣で、うん、YouTube さんがインタビュー、うん、その隣の宅にインタビューそうしてて、うん、それをね、間近で見れたりとかね、そうそうそう、 YouTube のみんなね、うん、チアリさんとムーちゃんとサクさん、そう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 、でその撮影が終わって、うん、た時にね、そのチアリさんとかがね横に来てね、うん、そう、チアリさんが見に来てくれた時に、うん、セスの前にいた人がもうとんでもなかった、ギャイア、ガイア、ハザード、インフェルドランジュ、ジウォッチ、ジスタジオみたいな盤面で、うん、もう終わりみたいな、そう、それでハムがもう、うん、そのターンに殺されちゃってたから、うん、私がチアリさんに助けてくださいって言ってこの子何もやってないのに飛ばされましたとか言って、助けらんないよって、そうこれはって言って、これは助けらんないよって言われて何もしてないんですってもう笑った ね、あれもおもろかったね、うん、それも終わり、うん、あとは、ポイントが余ってたから、うん、屋台縁日回って、うん、ポイントいっぱいもらって、うん、私あれすごい楽しかった、ゴルフ、うん、ゴルフねゴルフ、セスゴルフめちゃめちゃうまかった、ね、そうそう、4回やって3回とも入ったから、うん、マジでゴルフはね、あれ1回入れば3ポイントもらえるからね、うん、私はもうもし群馬で時間が余ってポイントを貯めたいってなったらもうゴルフに全振りするチンチロとゴルフとたこ焼きポン、たこ焼き上から落としてたこ焼きのパスの穴に入れるやつと、あとピンボールみたいな、ピンボールか、うんうん、その辺は全然1点しか取れないから、そう、チンチロだけ、うん、ピンゾロ揃ったら 10ポイント、そう、出してる人いたけどね、マジで無理だからね、うん、もうゴルフやんな、ゴルフ、みんなみんなゴルフゴルフすごいね、チンチロにかけてる人たちがいっぱいいた、ね、そう、めっちゃいた、ゴルフめっちゃ少なかったもん、うん、だから仲介しまくった、セスね、ゴルフほとんど100発100中だったよね、1回だけ外した、1回だけ外した、うん、2回目外したけど、うん、あとは全部1回で決めたから、うん、それで、うん、1人1個ずつ、うん、お茶いかがのスリーブ、うん、それと余ったポイントでこちらの全制覇チャレンジパック、うん、これプロモのパックをもらいまして、うん、これね、まだ勝負くんの時代のやつだね、だよね、勝負くんいるもんね、本当に下手するとゲーム2だよ、だって、うん、下手すると20年ぐらい前のプロモパックなんじゃないかな、うん、すごいね、せっかくもらったんでね、うん、取っといてもあれなんで、うん、あげちゃいましょう、うん、じゃあ私3パック、うん、ハムが2パックでいきます、ゴルフで稼いだ、ほい、お、爆走ブルカノフ道、本当に昔のカードじゃん、ハムもねこの頃やってなかったからあんまりわかんないんだよねマジで、うん、多分これね、そのサイキックショックっていう覚醒編っていう段の前に出たやつじゃないかな、うん、その第2段の前に出て、その第2弾から先行収録みたいなのが3、キル切断ブルカノフ道マジェスティックスターっていうのが、先行収録して、あー、そういうことね、で、バルケリオス武者ドラゴン、ルナークロロ、バジュラズテラ、ストロングスパイラル、地獄スクラッパーがサイロック、サイロック、うん、これだったらバジュラズテラ欲しいな、うん、はい、あ、ストロングスパイラル、あ、なんか光ってるよ、ほら、これ限定サイロックカードってやつかな、
ていい、うん、いあ、かぶってた。あ、でも、はい、この辺の備品は結構いいんじゃないかな。へー、はいはい、次次、うん、はい、じゃあハムちょっと開け方違うけど、はい、あ、切る、切る切断、サイキックグリーチャーって言って、うんうん、普通のデッキに入れないで横に置いといて、はいはいはい、超次元呪文っていう呪文を唱えると出てくる、うん、クリーチャーだね。キルのプロもいいんじゃない、うん、キル切断、これ使うカードだし、うん、はい、じゃあ最後、うん、果たしてバジュラズテラは出るのか、せーの、ほい、あー、マジスティックスター、でもこれもう光ってるね、うん、フリーズ、このクリーチャーが相手プレイヤーアタックしてブロックされなかった時、バトルゾーンには相手のクリーチャー1体選びタップしてもよい、そのクリーチャーは次の相手のターンの始めにアンタップされない。え、何それ、強っ強っ、このクリーチャーはブロックされない、え、結構強くないか、強い、まあまあ4コストだからねまあちょっと重いけど、うん、まあでもいいじゃない、はい、うん、また次の群馬でも多分もらえるでしょ、うんえ、なんかこれだったら、うん、プロモパック周回してもいいかもしれないバジラズ、もうあるもんね、そうそうそう、うん、バジラズテラって結構ね今結構するカードだから、うーん、そう欲しい、うん、どっちかっていうとそっちの方が欲しいかな。え、次さ、うん、50ポイント何になるのかな。あ、そう、あのねもつ鍋だったじゃんそう調子エース福岡の時はもつ鍋だったから、もつ鍋じゃん、さすがに群馬はもつ鍋じゃないでしょ。群馬なんだろう ね、何が有名なのかな、よかったらコメント欄で教えてください、教えてください群馬の特産、はい、その合間合間でね、うん、オリパとかクジとかを何回かやったんですよ、うん、で、まあこれは解消の外れみたいな、ガラガラクジの外れだったんですけど、1回いくらだったっけ、1回500円かな、500円を3回やったのかな、うん、実は1枚だけ当たりつきまして、うん、これが3等かな、うん、まあ、あの選べたんですよ、うん、シングルカードから好きなやつ選んでって言われて、うん、選んできたカードがこちら、ライオット 5000VT です。すごいじゃんこれ、うん、VT がね、いいやつなんでしょってことは、うん、まあ、そういうことなんですよ、うん、他にもね結構その VT クラスの金額帯のカードがいっぱいあって、うんうんうん、まあ VT だったら腐らんだろうということで、うんうん、もらってきました、うん、まあ、これでこっちの中身はまああんまり大したことなかったというか、こんな感じですね。ガチロボ、ガチロボとライオネルとアダムと、ライオネルめっちゃ出るやん確定なんこれ、ライオネル、あ、まあ確定じゃなかったでも3個出てるからもう、うん、あ、確定、ライオネル4枚揃いましたねほぼ出るみたいなガラガラくじはこんなもんで、最後にじゃん、オリパ、オリパ1000円オリパを1人1泊ずつ買ってきました、うんうん、こっちが私の、こっちハムので、じゃあ開けてみよっかね、うん、ですから開けて、ジャガイスト欲しい、ジャガイスト、ジャガイスト、えい、おー、リビングハザードのエリアと、これだけだ、あー、これか、これは外れかい、まあ、当たりではないかなはい、じゃあハムの番いきます。お、なんかエリアっぽいな、せーの、ほい、あー、パーフェクトギャラクシーか、めっちゃ反ってる、うーん、まあ当たりではないかな、う、カズレを引いた、2人ともまあ当たりではなかったです、うん、まあでも楽しかったしね、うん、うん、まあ、こんな感じで本戦負けても楽しめるイベントや、うん、オリパなんかいっぱいあるので、うん、まあ、今回調子エース落ちちゃったっていう人も次の GP や調子エース行ける人は行ってみたらいいんじゃないかなと思います。うん、でいろいろ終わって出たところでね、うん、なんとあの下川チャンネルさんがいらっしゃって、うん、そう、僕らもちょっとね、うん、写真を撮らせてもらったり、ね、うん、なんとこちらちょっと見づらいかもしれないんですけど、だいぶ見づらい手持ちでね持ってるのがこれしかなかったので、うん、ストレージにサインをいただきまして、うん、大事に使わせてもらいます。これは家宝や。
カホや、うん、カホにします。カホに吸って、ね、うん、まあ、このストレージはね、うん、もう一個あるし、なんならあと2個くるもう山盛りあるからね。そう、このプレイマットと一緒にね、そうプレイマットとこれとあとね、こういうカードケース、これなんだ、硬いやつか。あとこんな感じでね、ヴァルキリアスムシャムサシ2点のスリーブが入ってるので、大事に使わせてもらいたいと思います。うん、うん、2点はハムがねすごい大好きなカードなので、うん、もうこれからこのサプライでやらせてもらいます。うん、頑張り、うん、じゃあ本日の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。群馬頑張るぞ。頑張るぞ。